こんにちは、看板商品発揮アドバイザーの塩さんでございます。山川博さんはですね、もう最近ですね、この月刊食堂でも、特集をされるなど、実はこう注目される存在ということで今なっておりまして、その山川さんに今日は迫っていくと。これまでのこう今後のこう山川さんが描いているこのビジョンですね、これはどんな感じで描いていくか、まあ、特にそのビジョンというものを明確に立ててないんですね。これはあえて立ててなくて、その会社ではないので、どちらかというと、例えばメンバー何千人にして売上をこうしてこうやって大きくしていこうというテーマは全くないです。はい、逆に、どちらかというと自然発生的にそのご縁の連鎖というものを本当にどういう作用を及ぼすのかというものを僕も研究しながら進行してるんですね。本当にこういい人といい人たちが出会って、でそこにいろんな副産物が発生をして、でどういうエネルギーが発生して、次にどういうものが起きていくのかっていうものを僕はこう実体験をしながら、動いているわけですけども、実際にこれまでも実際メンバーシップがスタートしてまだ2年なんですが、はい、約まあ7名から始まったコミュニティが2年で100名ぐらいのコミュニティになってるわけですね。はい、でここに関しては全てクローズドでやってますし、はい、何の営業もしてないですし、はい、ただ言い方が言い方にサポートしてるっていう仕組みだけなんですよ。はい、なので、あ、こういう形で適正な規模であったり、そのコミュニティの成長とともに、まあ、人も自動的に増えていくだろうし、その中で、いろんなエネルギーが集まることによってみんなでやりたいことがあったりとか、はい、こういう次のステップに行けるっていうことは、どちらかというとこう体験しながら行動しながら、僕もそのライフワークとして、まあ、一生やりたいビジネスでもありますし、はい、ここをまあ検証してるっていうことが、そのコミュニティの中の活動としては一つです。でもう一つ、はい、もう一つはでも、ただしそのビジネスプラットフォームでもあるので、はい、ビジネスとしてはやはりその、プログラム、まあ、現在作っているプログラムがどん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 増えていくんですが、はい、現在やっぱりコロナ禍で飲食のチェーン店もやはりこう収益構造が変わってしまって大変なんですね。はい、やはり今まではこう大きな本部を作って、たくさんのメンバーでたくさんの加盟店だったりとか店舗展開をして、はい、運営ができてた、ロジックだったんですが、これからはやっぱりこう小規模本部、実際本部でたくさんの店舗をマネジメントして、はい、新たな事業ポートフォリオも構築しながら本部収益自体の構造を変えていかないといけない、本部がしっかりと収益が、残る形にしていかないといけないときに、やはり本部コストを最小化していく、でさらにサポートコストであったりとかを下げていきながら、効果は倍にしていくっていう仕組みにしていかないといけないんですよ。はい、でそこでやはりこう私たちが提唱しているオンラインマネージメントっていうものをですね、企業本部が少数 SV 少数の人数で遠隔でサポートをしたりマネージメントをしたり、僕たちがしたいのは教育の DX 化ですよね。はい、教育の DX 化を、今年は本当に飲食の教育の DX 元年って言われてますので、この、僕たちが作っているプログラムを企業にも OEM で使っていただいて、そういうオーダーが非常に増えてますので、それをこれまでのメンバーの方々もしくはいろんなパートナーの方々と一緒に進めていきながら、企業サポートであったり、もちろん飲食なので国内だけではなく海外のメンバーを遠隔でサポートしたりとか、まあ、そういうふうに遠隔でのオンラインマネジメント、教育の DX 化っていうものを事業というラインでは加速させていきたいなと思ってます。あ、なるほど。はい。加速させていく、この OEM の、企業向けのこの OEM、この事業については、木村さんは、こういった企業規模、そして、はい、こういった悩みや今後を描いている企業さんに、特にそのお勧めですよと。いうようなところというのはどんなところが今ありますか？はい、やはり飲食店からまずお話をすると、やはりこう、まあ、どんどん本部も小さくしていかないといけないし、はい、
ただしやはりこういいマネージャーが育ってないとか、やはりこういい幹部が育ってないって、どうやってその店舗展開をしたいけども、なかなかそういうリソースが自社にない、あの店舗の方が実は多いんですね。はい、うん、あの自分が理想とする右腕がいなかったりとか、例えば副社長だったり、SV の方が自分の会社にはなかなか所属してなかったりとか、でもしくはコストの、面でも、やはりある程度優秀な人材を雇用していこうと思うと、やはり総額でいうと相当高い金額になってしまうので、はい、やはりコスト的にも難しい企業は、たくさんあります。なのでそういう企業の方々は、私たちの本当に、まあ、すごく分かりやすいのは日本全国の書店でまず買えるっていう、はい、で事前にその内容も把握できるという、でしかも全部 Kindle 化にもなってますので、そのテキストの送付の手間が一切ないんですよ、うん、日本全国、僕の一人本部だとしても、日本全国にの書店に、まずはそのテキストを買いに行ってもらうこともできますし、 Kindle で、はい、自分たちのメンバーもしくは、加盟店のれん分け店、ライセンス店舗にそのテキストを購入していただいて、そしてオンライン、これまでのコンテンツを、プログラム化されてますので、すべてあの目次ごとになってますので、その内容通りのものを、深掘りして、現場でどういうふうにアウトプットコーチングしていけばいいのかっていう動画になってますから、それを活用しながら、皆さんにこう使っていただくと、まあ、そういうふうなことができますので、まあ、規模でいうと本当にこう数店舗から1店舗から本当に100店舗200店舗の規模まで、使い方としては同じです。でこれなぜ同じかというと、例えば300店舗の会社であってもですね、あの僕もそういう会社もたくさん顧問で、見てきましたので、はい、中に入ってみると一緒なんですよね。会社の規模が大きいだけで、ずっとそれを抽象的に細かく見ていくと、最後は1店舗の集まりなんですよ。その1店舗の集まりで悩みも、1店舗の店長の悩みは1店舗の店長と全く同じ悩みが各店長があるんですね。はい、なので全体で見ると300店舗、全体で見ると5店舗とか、全体で見ると1店舗っていう風に見て、どうしても違う風に見えがちなんですが、細かく細分化していくと単純に1店舗の集まりなだけなんです、うん、なので困りごとをやってることは一緒なんですね。なるほど。そう、資金繰りとか経営とか資本政策はもちろんそこは違いますよ、うん、ただ人の部分、お客さんの悩み、スタッフ教育の悩み、例えばパワハラの悩み、セクハラの悩み、メンタルケアの悩み、組織形成における悩みですね、文化構築っていうの、うん、そこに置いてる悩みはもうどれだけ規模が大きくても一緒ですね。1店舗、僕が見てた中で言うと1店舗の塊なだけなので、はい、それを、全く同じプログラムを SV の方々が学ぶ、店長の方が学ぶ、小規模のとこは、経営者が学ぶ、副社長が学ぶ、それで全てオンライン化で、教育をしていく、教育の権限移譲をしていくことによって、やっぱり法務収益が大きく変わるっていうことが、あのすごくやっぱり僕は大きいと思いますので、まあ、規模感でいうと、そういうこう本当に1店舗から数百店舗の規模まで、ある程度の企業規模になっていくと、私たちのプログラムもその企業用に、OEM の形にしていきますので、さまざまなその活用の手法が、あると思います。はい、なるほどですね。もうこれからどん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 広がっていく。で、そのやっぱり原点としては、やっぱり本当、1店舗の飲食店というところが、やっぱりまずは原点があって、その集まりというところが多店舗っていうところになってるので、もうちょっと原点に立ち返った上で、学べる環境を作りましょうっていうような。いや、そうですね。なんで本当に、また最近、またバイトテロとかもニュースになったりとかしてるんですが、やはりこう企業が大きくなればなるほどリスクは大きくなりますよね、うんうん、なのでそのやはりこれからはもう一回その原点に、まあ、立ち返って、まあ、自分たちはその1店舗の集まりで今100店舗なんだとか、はい、1店舗の集まりの10なんだとか、はい、
やはりそういう認識を持って、そこには必ず、辛い悩みを持っているマネージャーであったり店長であったり SV の方っていうのが絶対いますので、はい、まず彼らの悩みを解消してあげる。あ、こうやってやっていくと人って成長するんだとか、はい、あ、こうやってやっていくとやはりこう人も喜んで、スタッフも喜んで、お客さんも喜んで、自分自身もこの外食産業に携わってやりがいも持てるんだなっていうことをやっぱり続けていかないと、はい、どっかでやっぱりおかしくなっていきますし、はい、いいメンバーはどんどんやっぱり辞めていきますしね、はい、なのでまあ本当にこう1店舗の集まり集合体がチェーン店であって、はい、なので1店舗でも2店舗でも本当に立派な店舗はたくさんありますし、なのでどちらかというとその規模の理論ではなくて、はいはい、まあ、そういう本当に1店舗1店舗のクオリティがどうなのか、そこで働いている人たちもちゃんと尊重してあげるような時代になっていかないといけないなと思いますね、うん、ありがとうございます。はい、はい、山川さんありがとうございました。山川さんの対談まだまだ続きます。ぜひこのこれからの飲食店教科書シリーズもご覧ください。ありがとうございました。飲食店経営塾シオラボ、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。